で、やっぱりそこで一回辞めた時に、その忙しい中でちょっとワークアウトを再現したんですよ、はい、その時に、あ、やっぱり忙しい人っていうのはなかなか時間がないんだなっていうのが本当体感して、でもやることの素晴らしさっていうのすごい分かったんですよね。で、そこで、まあ、どれだけ時間短く頻度も短くても効果が出てくるのかなっていうことをちょっとこだわってやってみて、まあもともと選手の時も3、40分しかやらなかったですけど、5分10分で果たしてどこまで行くんだろうと思ったところ結構回復するんですよね。で、気分も全然違うし、本当に週1回5分やっただけでも全く違うんですよ。やらないのとやるので運転の差なんですよね。性格も違うし、体も変わってくるし、で、あの週2回とかにすればさらに出てくるし、これはもう本当に少量にしてもいいんだなっていうのが分かってきて、うん、まあ理論としては確かに昔からそうだったんですけども、あの実際に自分が忙しい立場になって時間がなくって、でより効果を出そうとした時に本当に短い方がやっぱりいいんですよね。まあ、あのその後有酸素運動とか別に やりたい人はやってもいいんですけども、ウェットトレーニング、まあでも実際に断頭してウェットトレーニングやって有酸素運動ってなくても全然問題はないんですけどね、まあ、体調整えるで、そうですね、はい、ただ運動不足すぎる人っていうのはちょっとミトコンドリアの活性化とかに30分ぐらいの有酸素は必要かもしれないんですけど、ただ本当に10分やったり5分10分を週1回やれば全く別世界が広がってくるので、であのやっぱ僕はすごいもう一つ推奨しているのはあの立ち方なんですよね。体重ポジション、あのこれがアメリカと日本のワークアウトの効果のものすごい差だったんですよ、うん、あの日本人ってやっぱりちょっとあの濃厚な歴史が長くなっちゃって、うん、あの重心がかかとに入っている人が多いんですよね。そうするとかかとに入っていることによって膝が曲がって骨盤が後傾して猫背になっちゃうんです、うん、で猫背になるともうこの僧帽筋っていうところに腕の力が常に入ってるんで肩こりが起きるのと、うん、あと猫背になってることによってこの背骨の S 字ラインが崩れるじゃないですか、うん、だから腰痛の原因になる、あの S 字ラインって力学上あの直線よりも10倍以上強いって言われてるので、うん、そこはまあ怪我の原因になりやすくて腰痛にもなるし、あと脊柱起立筋にも常に負担がかかってるんで疲れも出るっていうことなんです、うん、あともう一つの最大の理由は精神的にもスイッチが入ってないんですよね、うん、あの防御体制でも臨戦体制でもないので、うん、脳のスイッチが奥なんで思考回路が途切れるんですよね、うん、だからまあいいやって体質になってあの肩こりが重くて腰がだるくサラリーマン、そうですよね。でそれがまあ欧米人の場合っていうのはつま先の内側に体重が入ってます、はい、これはもうあの膝がピンと伸びた状態で骨盤が前傾して S 字台が臨戦体制、そうですね、臨戦体制だからもう脳 の、あのポジションも違ってくるし、あとはその筋肉のつき方ってのは全く変わるんですよ、うん、あの膝が曲がっていることによって例えばこう上げ下げをやるとふくらはぎの下の方が太くなるんですけど、膝が伸びている状態だとふくらはぎの上の方が筋肉つくんですよね、うん、そうすると足首がまだ細くなるんですよ、はいはい、でスクワットをするときもかかと体重でって日本人は教えるんですけど、実はつま先体重にやることによって膝が細くなって付け根だけがついて中殿筋って上の方がつくんですよね、うん、ですからあのヒップアップして足が細くなるんですよね、はいはい、あのだから短距離の選手なんか見てると膝が細くて足首が細いですよね、あんな脚力がある人でもあれはつま先体重で蹴ってるから ああいう体型になるんだって、あとスクワットがあの日本でよくウェットトレーニングっていうのは運動に役に立たないっていう人が多いじゃないですか、でも欧米でそんなこと言う人いないじゃないですか、でなぜかっていうとかかと体重でウェットを推奨してるからじゃないんですよ、かかと体重っていうのはスポーツで使う筋肉じゃないんですよね、あの僕が推奨してるのはつま先の内側なんで、つまりジャンプをするとき、垂直跳びでこうジャンプをするときのこの体重でスクワットしなきゃいけないんですよ、うんうん、だからこのジャンプするっていうのはすごい効率がいい動きで、人間の体って膝と腰とあの足首で3個の関節がこう曲がるわけですね、いわゆる蛇腹なんですよ、蛇腹の状態で一番力が出るっていうのはこの蛇腹の折れたところの垂直線がちょうどこの中心に行ってるのが一番理想じゃないですか、だからそれを中心を取るためにはつま先体重じゃないと取れないんですね。で、このジャンプの数的ってちょうどこう屈伸、ちょうど均等に曲がるんですよ。で、ピョンっていうふうに曲がるので、ジャンプ、あの本能的に一番いいところを使うんですよね。で、そこで担いで、早く筋肉を収縮しようと、動作の速さっていうのも結構必要で、筋肉を早く収縮しようとすることで、あの、まあ、狩りの再現なので、筋肉はあのつきやすくなる上に、その狩りに能力が高いっていう筋肉のつき方は人が見て美しいと思うんです、だからかっこいい体になるんですね、うん、
それをかかと体重にしてゆっくりやりなさいっていうのは格好悪くなるし運動能力も落ちて当然なんです、うん、でかかと体重でゆっくりやりなさいってなんでそうなったかっていうと昔の日本人がそういう姿勢の人が多かったからっていうだけなんですよね、うん、何の理論もないんですそこには、うん、で膝を痛めるっていうからつま先体重だと膝を痛めるってよく言うんですけど逆なんですよ。かかとに体重かかったら膝に負担かかるんですよね。つま先に入ってる方が膝には負担かからないんですよね。ですからもうそういうのも全部でたらめで、うん、僕は本当にジャンプをする状態の体重バランスであの筋肉を爆発的に収縮させるっていうのが、うん、あの全て姿勢改善とかそういうの主体とした筋、はい、まあ、ワークアウトとか、はい、例えばムキムキになりたくないけど、はい、例えばその、はい、まあ、健康を維持したり、はい、まあ、中高年ですね、はい、他にも可能ですか。そうですね、あの実はそのムキムキになりたくないっていう日本人が多く言うのはなぜかっていうと体重バランスが悪いワークアウトすることによってついてほしくないところにつくからなんですよ、うんうん、だからムキムキになりたくないって私は筋肉すぐついちゃうんだっていうのは膝とか足首が太くなるからなんです。であと肩については僧帽筋ばっかりだとして三角筋とかはつかなくてどっちかというとこう胸を張っている状態だと筋肉って縮んで力を出すじゃないですか、うん、そうするとこういう肩の運動で縮んでる僧帽筋は使わないんですよ、うん、だけどこうなってると僧帽筋っていうのは大きくて神経発達してるんで全部肩が発達してないでここばっか発達しちゃうんですよね。だから日本人は鍋型に筋肉がついたりとかして箱型体型なんですよね、うん、そうすると嫌なとこがつくからムキムキになりたくないって。あと日本、うん、ムキムキになりたいんじゃなくて、はい、そのまあ、健康維持とかあるいは治療目的でやる場合に、はい、ムキムキまではならなくていいけど、はい、その姿勢を、あ、もちろん、あとはそれでこの筋肉つけたりとか、あの特許の実は取ったんですけども、はい、1個あのボディポジションをですね測るのにすごい単純なんですけどこういうものを作ったんですよね、はい、このスクワットをするときにですね要はこの紐がありますよね。この紐の長さと人に調整できるんですけどこれなんで作ったかっていうとですねあの今日は来てないんですけど動画を編集してくださってるスタッフの方がですね、うん、僕の理論を全部知ってるにもかかわらず正しいスクワットがなかなかできなかったんですよ、はい、でもうちょっと簡単にできないかなと思った時にこの背骨の S 字ラインを再現するために脇にこう抱えるんですよね、はい、そうするとここが強制的にあの背骨が曲がるじゃないですか、はいはい、でこれで S 字ラインが保ってた上にこのボードをですねくるぶしのちょっと前にこうキープするようにしたものです、はい、こうするともう自然にスクワットが正しい姿勢でできるんです。ガイドなんですね。そうなんですよ。ちょっとやってみてもらいます。あのこれに対して、はい、脇に抱えるだけですね。で鏡に対してちょっと横鏡をどこか見える位置、はい、ちょっと見えますか。はい、でこのくるぶしがあるじゃないですか。で人間の体って頭蓋骨の位置がくるぶしのちょっと前にあるのが一番いいバランスっていうのが、はい、でまあできればもうちょっとこう縮めてもらいたいです、はい、でこのボードがまず最初にですねこのくるぶしの前にちょっとくるようにグッと前に体重をスーッとかけるんですよね。はい、でこの状態で外に体重をかけて内側に体重をかけて普通にしゃがんでもらうんです。正しい。はい、あただこのボードが前に来なきゃいけないんで、これ鏡ながらじゃないと前に来ないんですね。もうちょっと膝を閉じた状態で内側にして。で、そうすると深くしゃがみ込めないんですよ。あ、こんな感じ。はい、そうですね。はい、で、それで立ち上がるという。そうですね。そうすると、綺麗なスクワットのフォームになるんですよね。よくスクワットって、膝出すなっていうのはあれ違うんですか？あれは嘘なんですよ。膝を出すと、出さないとダメなんですね。で、あと、で、そのまま今と同じように、この前にちょっと体重をかけて、はい、そうですね。ここに前にキープ、ここにキープするのが大事なので、はいはい、そのまましゃがみ込んでます。膝をこう閉じて、内側ですね。はい、で立ってもらいます。この状態で、例えば外してもらって、垂直跳びのジャンプをしようとしてみてください。上に向かって、例えば、全く同じ体重の使い方じゃないですか。だから全く同じってことは、これに重りをつけてれば、運動能力が高くなるんです。ですから、この、かかと体重を直してつま先にするのにこのおじさんでこれだけでできるので本当お年寄りでもあと今クライアントさんで医学療法士の人が来てたりするんですけど、はい、その人たちもすごいこれは 目から鱗っていう話 で、 そうです、ね、医学療法士って最初にこのくるぶしのちょっと前に頭蓋骨がなきゃいけないって習うんだけどその後にかかと体重のスクワットを教えちゃってるんですよね。で現場では何が起きてるかっていうとかかと体重のスクワットの数値が伸びても歩けないらしいんです。うん、だから歩行に役に立つ筋肉が発達してないっていう
で、その方がちょっと疑問に思って僕のところに来たんですよね。あそこに習ったんで、そうです、みんなそうやって教えるんですよ、日本では。で、ここに負荷かけるためにそうしろって言われる、はい、あの、実はこの日本人っていうのは膝の下の方が太い場合が多いんですよね。で、欧米人ってこっちが太い場合が多くて、はい、こういうふうにやることによってこっちに来るんですよ。あ、こことここに来るんですね。だから女性がいくら頑張ってやったところで膝太くならないんで、足がこういう形になるんです、ね、はい、だから太くなるから嫌なんじゃないか。そのスクワットなんかでも本当にあの歩行訓練で一貫でも全然構わないと思いますし、で、原理的にこのやっぱり人間の根本の骨格を考えて根本的に合ってることをやってるので、特にでも合うはずなんですよね、うん、それが間違ってた場合は多分どっかで矛盾が来るんで、そしたらまたそこがそこで違う業界から見ておかしかったら修正ポイントになると思うんで、それはそこで逆に大きな発見だと思っているので、あの本当にあの全然その一般人の、特にここに来てる人たちって今一般の人がほとんどですから、まあうちの場合はまあ当然病院に、はい、まあ、特にがんの人もいるんですけど、はい、中にはお杖ついてある骨に手がついてる人はちょっとワークアウトは無理なんですけど、はい、まあ、その前手前でね、そうですね、体はまだ元気ですっていう人たちが、まずこのボディポジションがすっごい大事だと思うんですよね、うんうん、あのあとボディポジションを気をつけて、体重バランスを気をつけてるだけでもスタイルが改善されるんですよ、ある程度。そうやってスタイル改善して姿勢良くなるだけで、はい、思考も良くなる、思考も良くなりますよね、うん、まあ、睡眠も良くなる。そうですよね。だから例えば主婦の方で運動する時間がないしお金もないっていう人は、じゃあ立ち方だけ変えて歩き方変えてくださいっていう。そうですよ、まあ、時間ないわけないんですけど、はい、大体まあそうですよね、はい、だからハイヒール履いた時に膝曲げなきゃいいですよぐらいな感じでもいいですよね。めんどくさいです、はい、ですよね。辛くてめんどくさいの嫌なんで、だから短時間で済んで、はい、っていうんだったら